ハンセン病とは、雷菌が感染し、皮膚や神経に障害が起きる病気です。人にうつる力は非常に弱く、現在は治療法が確立しています。しかし、手や足に症状が出ることから、恐ろしい伝染病と考えられ、日本では雷予防法が廃止される1996年まで、国による療養所での隔離政策が実施されてきました。この交流会は、ハンセン病への偏見や差別の解消を目的に、徳島県ハンセン病支援協会が2001年から県内各地で開いています。国立療養所、大島青松園で暮らしている徳島県出身のハンセン病回復者4人が、体験した苦難などについて話しました。大地よしみさんは、中学2年の時に学校の身体検査でハンセン病が発覚。次の日には父に大島青松園へ入所させられました。近所迷惑、近所があるから、もし病気が分かったら、もう親、家族の結婚に差し支えるから、お前はもう死んだしようになっとるから、もう一切もんでくれって、こう言われたんですよ。西野恵美さんは13歳の時に療養所へ強制隔離されました。他人の愛というものを本当に感じない、目線の突き刺さるような目線で本当に嫌われてきました。西野さんの母もハンセン病を患い、34歳という若さでこの世を去りました。辛かった思いした母のことを思ったら、この時代はやっぱり母とか、そういういろんなたくさんの昔の人の礎の上に立った今の幸せかと思います。現在、国立療養所大島青松園で暮らしている県内出身のハンセン病回復者は15人です。森和夫さんは入所者の高齢化を懸念しています。そう、遠くない時に、病床ではいなくなる時代が来るのかなと、そう考えております。平均年齢が83に近づいていますから、その方をどう残していくかというか課題がですね、これ大島だけでなくてどこの療養所も大きな課題として今ハンセン病回復者は、この病によって人権を侵害されてきた歴史をどのように後世へ残していくのか模索し続けています。徳島県ハンセン病支援協会は今後も交流会を続けていきたいとしています。